皆さんどうもこんにちは、トキチャンネルです。本日もよろしくお願いします。本日は以前紹介させていただいたガールズパンツパート1の方でタオルとご紹介させてもらったんですけど、えっと、本日はえっとパート2の方が出たので、こちら1番くじを10回引いてみたので、こちらの方の中身の紹介をしていきたいと思います。本日ガールズパンツの方なんですがいろんな種類も今回もあるんですけどこん、前回の方だとタオルが主なものだったんですけど、本日のパート2の方は、 えっとクッションの方が何て言えばいいんですかねえっと主な上位賞となっているのはそちらをあって,ていきたいと思って本日10回引いてみたところの結果を発表していきたいと思いますまず1つこちらがこちら1つ上位賞の方なんですがこちら愛称のクッションの方ですねこちら継続学園の生徒の写真となってクッションとなっていますねこちらが表裏別々になっていて ななかなかリバーシブルはいでは次2つ目の方なんですがこちらが大学選抜の方ですねこちらの方は僕が好きになったこの方になってるんですがこちらがよく見ると J 賞の方なんですね前回とねほぼ上位賞の方やり方は変わってないので,でこちらの方も裏表がこういう風に変わっている商品となっていましてなかなか可愛い形になっているので皆さんにもおすすめしていきたいと思いますはい次なんですが魁勝の方なんですが魁賞の方が こちら L 賞のボコラレグマラバーストラップともう1つが M 賞の方なんですが M 賞の方がこちら大洗女子学園制服のラバーストラップですねでこちら先ほど見,せ見ていただきましたクッションが2つで残り8個の方がこちらすべてがラバーストの方になってますので一つ一つ紹介して開けてみたいと思います。 はい。ではまずお先こちら、L ショのボコラレグマラバースラップの方を開封していきたいと思います。ちょっとこれ見た感じ、ちょっと開けづらいので、開け方が雑にはなっちゃいますが、そこだけはご了承的な感じでお願いします。まあ、ちょっと開けるのもちょっと苦労しちゃうのがおっくなんで、開け方綺麗じゃないので、そこだけは本当、いつも通りすいません。 はい,はい、言ったので、じゃあ、出していきたいと思います。ごめんなさい、ぐだぐだして。はい、では、こちらが、これ説明書の、で、こちらですね。まず、裏の方ですね、こちらが。では、表にしていきたいと思います。はい、こちらがミスズミ、西澄魔法選手の方ですね。こちら、種類が結構あって、で、こちらが、ボコラレグマ版の方が、こちらの方の種類となっておりまして、 M 賞の方なんですが、M 賞の方が逆に種類は大笑い女子の制服を着た方が多いようにはなっていますね。では次、残りの方なんですが、M 賞の方も、M 賞の方残りは、えっと、中身を開けさせてもらって、一応開封の方はもうできているので、こちらの方の紹介をさせていただきます。はい、こちらの方なんですが、ちょっと暗くてすいません。はい、こちら、安通高校のアンチョビ選手ですね。以前のののパート1の方でもアンチョビ選手の ラバストが大量に出てたことは多分見てた方は分かると思いますお願いしますはい次3つ目がこちらですね分かる方は分かると思うんですがこちらが聖グロリアン女子のすいません名前忘れましたはい次こちら4つ目なんですがこちらの中身の方だけ紹介させていきますはいこちらがえーっと名前がちょっと ど忘れまししまたねでこちらの本方,方でこちらも母僕を着ている形になってます。で両手に戦車を持っているような形にはなってますね。はい、次、L 賞最後の方の方を紹介させていただきます。L 賞最後の方はこちらですね。こちら、プラウダ高校の、えー、っと、名前が何だっけかなちょっとすいませんね。ちょっと ボケてるわけけじゃないですけどちょっと名前が一部飛んじゃってるみたいですがすいませんはいでは次こちらの M 賞のラバストを開けていきたいと思いますまあこちらの方は種類が多い形にはなってますねもしかしたら今回は一応 L 賞の方は1個もダブってなかったので前回よりはまだラバストの種類がまだいいかなとは思ってますねはいでは次 L 賞の,の方なんですが こちらの方はまあ制服はまあ前回のパート1の方が、T えー、っとタオルの方が全部みんな制服だったり一部は一部というか大抵の上衣装のやつが水着だったんですけどラスト1の方はあれはみんな制服着てたんですけどねはいではこちら開封できたのでじゃあこちらの方も紹介していきたいと思いますまあいつも通りこちらグダグダなのでそこはご了承お願いしますはいではこちらの方なんですが こちらがアメリカチームのえー、っと、K 選手あ。K 選手の方がリーダーなその1人の方ですね。残りの方と M 賞を開けてみたいので、こちら紹介します。M 賞が1つがこちら、プラウダ高校のアッサムであってるんですかね。これもなかなか紅茶を持ってて、ちょっと制服がちらっとしたりとか、ちょっとセクシーかなとは。 まあそこは人それぞれになりますね。はい、次、M 賞もう一個なんですが、こちらが、継続学園の映画の方で出た子なんですけど、名前がちょっと思い出せないんですけど、そこだけはすいません。はい、次、ラストの方なんですが、ラストが開けたので、これでラストになります、ね、でも今回、上位賞のクッションが2つ当たったので、 こちらの方をまだまだどんどん、この先も一回弾いていって、また爆死覚悟のやつをまた出すかもしれませんので、お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。またのご視聴お願いいたします。